タイのタイ派パブリック、カセット焼きエビ風味春雨、ノフライの春雨に粉末ソース、ふりかけ、調味料がついています。麺は透明で断面は丸く、舌触りが優しいです。結構柔らかくてブヨブヨした食感で、引っ張るとよく伸びますが、粘りも強いのでなかなか切れません。意識して麺を噛み切る必要があります。量は少ないです。ソースはジャンクフード的な味で、化学調味料と派手な香辛料は強烈に効いています。地味な春雨の麺が華やかなソースに染まっていくような印象です。南国っぽい雰囲気が出ています。エビの香りはほとんどしません。皮肉みたいな大豆タンパク質は目立たないです。繊細さはないですが、こういう味は妙に食欲を刺激するのも事実で、一気に食べてしまいました。